どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。あーちーちーあーちーでございますね。そして熱い物件のご紹介でございます。ブリリアタワー浜離宮モデルルーム訪問していきたいと思います。それでは行ってまいります。はい、見学してまいりました。いやー、まずこれは好みの問題の部分なんですけども、個人的にですね、残念に感じた部分がございます。逆にそれ以外は思っていた以上に良かったなっていうところです。価格はですね、まあ、ざっくり予定価格ではございましたけども、一般住戸であれば坪600前後というところで、まあ、そこはまあ思ってた通りで違和感なしかなと。で、設備仕様も後ほどお伝えしますが、設備仕様も良かったですね。結構頑張ってるなっていうところです。ただですね、バルコニーのガラス手すりがですね、乳白なんですね。まあ、もちろんこれは好みの問題ですし、外から見た時は乳白の方がですね閉まるかなっていうところもありますけども、全部ですかっていう、そこは選ばせてほしかったなっていうところです。しかもどの道この道ですね、洗濯物干せないんですね。だから洗濯物干せないこと自体はいいんですけど、洗濯物干せないんだったら透明ガラスも用意してよかったんじゃないかななんて思っちゃうんですけども、皆様はその点いかがお感じでしょうか。で、それ嫌だよって方は、まあ、角買えばいいわけですね。角ダイレクトウィンドウですので、だから逃げ道がゼロっていうわけではないんですけども、 2LDK は1部屋除くと角住戸がありませんので、 2LDK 狙ってた方で透明ガラスっていうと、もう1部屋しか選ぶところがないっていうところでございます。しかも今回はですね、70平米台がないので、50平米台の 2L から80に飛ぶので、ちょっと予算を増して広めの部屋角行くっていうのもできないですね。だから角住戸にしてはそんなに広くはない、一般的に80平米なんですけども、間がないっていうところですね。まあどのみち間があってもそこも乳白だったわけですけども、でこれはもう本当に好みの問題なので、いやいや透明もともと嫌だから全然気にならないよっていう方も全然全然いるとは思うんですけども、せっかくのあの立地なので、あの立地眺望面ですね、結構優れてくるので、浜松町駅5分にしてはですね、芝離宮を眼下に収められますし、まあ、隙間からっていう感じになりますけども、オーシャンビューも楽しめる感じになりますので、もしもですね透明ガラスだったのであれば、座りながらですね眺望を楽しめたのになっていうところですね。だから座るともうバルコニーの乳白の部分を見る形になるので、全然眺望は楽しめません。さらにですね、まあ、これは安全面という面ではいいんですけども、手すりが背が高いんですね。結構背が高いです。しかも安全バー的なのもついてるので、バルコニーに出てちょっと下を覗き込もうと思っても、まあ、覗き込めないような感じになってます。で、室内で立った状態であってもそのガラス手すりが結構背が高いです。でも私が身長165センチ弱っていうところで、プロフィール上165なんですけど、実際163ぐらいしかないんですけど、まあ、男性にしては背が低いっていうのはありますけども、全然眺望見えなそう。室内で立ってもガラス手すりが背高くて、そっからだから上を見る感じなんですよね。で、浜松町駅上の方ビル、もともと背高いのあるので、ビル夜景は楽しめるんですね。立ってても座ってても、プライバシー性が守られつつビルの夜景とか楽しめるってのはいいんですけど、その眼下の部分が楽しめませんっていうところです。だから乳白色のガラス手すりでも別に完全に上まであるわけではもちろんないので、普通に座ってても立っててもビルの上の方の夜景は見えるんですけど、もっともっと背が高い建物があるエリアなので、ただあの立地なら個人的な好みではありますけども、透明でもっと眺望楽しみたかったな、首都高を流れる車も眼下を収めたかったな、芝居球の緑も収めたかったなって思っちゃうところです。じゃあ角変えようっていうところなんですけど、角に行くと80平米になるので、2L で予算マックスの方はちょっとそこに行くのはですね、なかなか
難しいんじゃないかな、お財布事情的にっていうところです。だから私としては選択肢が欲しかったかなっていうところです。全部ガラスケースにする必要はないと思うんですけども、そこをですね、好みを選ばして欲しかったなと思いますけども、まあただ外観デザインってのはもちろん大事ですからね、外から見るっていうところで。でまあ売り主ももちろんそう乳白にしちゃうと私みたいな透明派がなかなか買ってくれないっていうのを100も承知なので、まあ向こうもプロ集団ですから、そこを飲んでもらうために屋上にですねスカイテラスをですね設けさせてくれております。でそちらのスカイテラスからですね東京タワーだったり芝陸ですね見ることができます。そこはもちろんガラスになってますので眼下にですね収めることができます。で時間も10時から19時ということで、まあもうちょっと遅い時間前だと嬉しかったかなと思いますけども、予約とかなしでですね外に出て眺望を楽しむことはできます。まあでもその部屋の中から座ってみたかったって人はもう角しかないですよっていうところです。でも角は広い部屋なんですけど、まあ広い部屋の人は別に角選べばいいんですけどね、 2LDK が狙って立って人で透明派はちょっと残念っていう感じです。で室内の設備仕様なんですけども、一般住戸、まあ一般住戸のことはエグゼクティブと呼ぶんですけども、そちらでも十分です。すごく私としては頑張ってるなと感じました。いろんなマンション見てますけども、最近ですね、まあいわゆるオークションクラスになってもですね、うーんっていうところがある中で今回結構頑張ってます。で特に目につく部分、いい意味で目につく部分としては水回りですね。 2LDK の一般住戸でも水回りがすごく充実しております。キッチン、洗面、トイレのカウンター天板は全てシーザーストーンにしております。よくオクションクラスの物件でもトイレ、手洗い、カウンターだけは普通にシーザーとかそういうのはないですみたいなありますけども、今回はトイレ、手洗い、カウンターも含めてシーザーにしてくれております。さらにキッチン部分でいうとですね、食器棚もついてきます。しかもその食器棚の天板も、まあ、もちろんでありますけども、合わせてシーザーストーンにしてくれております。あとディスポーザーはもちろんついてますし、まあ、オークションとして少し物足りないなって思う部分としては、まあ、プレミアムはですねロス内入ってるんですけども、一般住戸はですね普通にポコーってですね穴が壁についております。まあただ最近それ求めちゃうとなかなかないですけどもね。あと公式ホームページの間取り図見ても、まあ、柱の位置からして想像はつきましたけども、下がり点が少ないですね。まあもちろんその柱のところはですね2100ぐらいまで下がっていますけども、まあ下がり点はそんなに気にならないです。あれで気になるって言われちゃうとなかなか、パークタワー晴海とかそういったところに比べればもちろん気になりますけども、一般的なタワーマンとしては、まあ、しっかりしてるかなと、まあ、むしろワイドスパンで 2LDK でもアンドン部屋なしですので。で冊子高なんですけども約2100になります。基本点が2550です。でプレミアですね、31階と32階は先ほどお伝えしたロス内に加えて、例えば全部屋点火線になるとかですね、一般住戸はリビングだけですけども、あと細かい部分スペックが上がっていったりとするんですけども、まあ、分かりやすい部分でいうと天井高ですね、2700まで上がってきます。まあプレミアムの価格を見た後に2700聞くともうちょっと頑張った方がと思っちゃいますけどもね。ただまあそこはしっかりと上げてはいますけど、まあでもあの価格で2700ってどうなんだろう、私はその価格が買えない人間なので、下の一般住戸に比べたらいいですねっていうのは分かりますけども、そこの価格買える人からするとちょっと物足りないと思いますけどもね。でもまあ2700も上げてるのと、あとサッシが2200まで上がります。まあそれもプレミア買う人だともうちょっと頑張ってくれってなると思うんですけど、あの価格を見るとですね、プレミアは全然高いので、下のエグゼクティブ部分は私も買いますけど、その買える人間の価値観で言うといろいろ見てる中でエグゼクティブの仕様はいいと思いますよ、今時にしては。プレミアムは買えない人間としての意見になっちゃいますけども、あの総額帯ならもうちょっと頑張ってもよかったかなとは思います。ただエグゼクティブでは上ですねっていうところです。で地権者さん住戸とですね室内のスペックが違うのはこれはもちろんなんですけども、気をつけていただきたいのがですね、まあ気をつけていただきたいというか、それはもちろん営業さんが説明してくれるとは思うんですけども、地権者さんフロアにですね2部屋だけなんですけども分譲住戸があるんですね。その2部屋は
20階以上の分譲フロアと室内は同じ設備仕様なんですけども、内廊下とかの室内とか玄関ドアが変わってきます。変わってくるっていうのは、まあ若干グレードが落ちるっていうところです。あと立地面に関しては別動画でもちょっと私が気に入ってる点を撮ってる動画があるので、そちらをですね合わせてご覧いただけますと幸いでございます。小学校は遠いですからね、人気小ですけども、だからまあ台場小にしてゆりかもめで行くかっていう選択肢もあるかとは思いますけども、まあただあの価格帯を見ればまあ私立派が多いだろうなっていうのは一目瞭然ではございます。管理費に関しては未定でございました。24時間有人管理でない、まあ、つまり防災センターがないっていうところで、最近のタワマンにしてはお安いといいなと思いますね。ただコンシェルジュさんは毎日いて10時から17時までおります。管理員さんは8時半から20時半で、それも毎日です。ただ24時間っていう感じではなくて、警備員さんがよりいない形になります。その分お安いといいなと思いますが、まだ発表はですね先とのことです。いや、あの水回りは良かったっすね。いや、あれはテンション上がりますよ。1317でもちゃんと日暮里加工ですもん。浴室あれいいですよ。腹が減ってはなんとやら。あとで竹島の美容セボンでですねおにぎりを仕入れました。それではいただきたいと思います。はい、運命にゃでございました。ありがとうございます。価格に関してはもうほんとざっくりしか出ていなかったので、そちらはですね記事の方で共有させていただきますので、動画の概要欄に貼ってあります記事の URL から飛んでいただければ幸いでございます。もう今回はですね本当にまあ好みの問題ではありますけども、バルコニーのガラス手すりですね選ばせてくれてもよかったかなとは思いますけどもね。まあまあまあデザインを優先したっていうところでしょう。もちろんその代わりプライバシー性は守られます。でどんな方に会うかっていうところなんですけども、まあ私が言わなくてもっていうところではあるんですが、まずやはり JR 山手線の駅から近いっていうところ、そこに価値を感じる方。でもそれだけだといやいや、だったらもともと中だって入れるし、中古に目を向ければ他にもあるやないかいっていうところなんですけども、今作に関しては島ではない海岸アドレスっていうところで、海岸アドレスならではの人口密度の低さ、まあ、人いなさすぎて大丈夫かな感はもちろんあるんですけども、 JR さん頑張ってくださいっていうところなんですけども、山手線の大きい駅ですね、寄り添っていながらも自らはですねわちゃわちゃしていないところ、また海の匂いですね感じながらですね気分転換したいなっていうところ、そこを求める方と、まあ一概に言えないんですけども、ファミリーしたくないファミリーの方ですね。どんな方が住むかっていうのはですね蓋を開けてみなきゃわからないですけども、地権者住戸の部分はですねワンルームだらけですし、まあ、島ではない海岸アドレスとはいえですね、ファミリーしたい方にはこれ不便ですよ。なので自然とファミリーしたい方は買わないと思いますね。シンプルに不便です。もちろん鉄道利便性は高いです。浜松町駅近いですし、モノレールもありますし、なんだゆりかもめ目の前ありますし、地下鉄だって近いですし、タクシー乗るのもサクッとできますし、車乗ってもすぐ首都高入れますし、交通利便としてはですね足回りかなりいいんですけども、これ日常の買い物、これはこの辺住んでる方には申し訳ないですけども、ちょっと不便に感じますね。まあ後で竹芝ができて、今おにぎりですね購入した美容セブンもございますし、まあ、少し歩けばですね丸津プチだったりとかいくつか選択肢はありますけども、そこがすごく便利かっていうとちょっと違うかなと思いますね。でこれも一概に言えないですけど、ザ・ファミリーしたい方ってもっと買い物の利便性も求めることが多いですので、そういった方は中央区勝どきだったりとか、まあ、築島だったりとか豊洲ですね、有明もそうですけども、そういった湾岸部の方がハマってくるでしょうね。まあ価格帯もちょっと違いますけども、で同じ港区でももうちょっとこうブランド感欲しいなっていう人はもちの論白鷹の方がいいわけですから、港区海岸ってブランド力求める方にはちょっと合わないですよね。年割的に実際は便利なんですけども、なんで求める部分がそういうとこじゃないんですよね。
別に港区にこだわってないけど、こういう交通利便性は便利だけど人目につかないところが好きな、ちょっとアダルティーなファミリーファミリーしたくない方にはこれ合ってきますよ。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重なお時間本当にありがとうございます。ツイッターでもですねツイートさせていただいたんですけども、まあ、この近辺でおすすめのマンションは何ですかって聞かれたら、私はパークタワー勝どき、白金田スカイ等々の白鷹物件、そちらをおすすめします。でもマンションマニアならどれ買いますかって言われたら、食い気味にブリリアタワー浜離宮ですって言います。それぐらい私は気に入りました。なので私みたいな価値観の方は結構合うかもしれないですね、まあ、お前の価値観なんか知らねえよっていうところかと思いますけども、マンションも類は友を呼ぶっていう世界ですので、あ、なんとなくマンションマニアと考え近いなーっていう方で検討候補入ってなかった方、ぜひ見てみることをお勧めいたします。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。